はい、えー、こんにちは。えー、それではですね、えー、今回の動画では6526シオネクストですね、えー、見ていきたいなと思っております。えー、まずですね、え、受給状況が、ま、かなり改善しているということで、結構話題にもね、なっているんじゃないかなと思うんですけども、ちょっとそのところから見ていきたいと思います。 で、8月9日、金曜日ですね。この日のデータでいきますと、1135万株の信用改ざんですけども、だいぶ減ってますね。313万株なので、結構ごっそりとですね、減っているというような状況になっています。これは8月5日のところですね、暴落のところでも、結構ですね、信用改ざんが切らされてしまったというような状況かなと思うんですけれども、これ非常に高材料かなと思います。やっぱり信用改ざんが多いと、将来の売り圧ということで、 売りがですね、止まらないということがありますので、まあ、こうやって一回ですね、大きく下に振り落とした上でですね、えー、まあ先週もですね、結構100万株ぐらい減ってるわけですけども、まあ、さらに300万株減ったというような状況になっているわけですね。で、出来高今見ましても、まあ、今日もですね、えー、大体1800万、900万、あこのようなところを維持していますので、えー、まあこのぐらい出来高があるのであれば、まあ、十分にですね、売りもこなしていけるような、そういった水準になるかなと思います。 まあ、ただということなんですけども、まあ、期間の空売りですね、特にモリガンなんかが結構大量にですね、空売り追加をしてきていますね。13日とかに追加していますので、やっぱり期間の監視というのは、継続して行われていますから、どちらかというとですね、スイングよりはですね、デイトレで対応するような銘柄になってくるかなっていうのが、まあ、個人的な感想です。ただ今、登っているところがですね、に登れていますので、まあ、に登れて足型崩さないうちはですね、短期的な スイングでもででももすすね対応できるのかなという,ふうに思ってますけどもちょっと足型崩すとですね、やっぱり一気に信用いが増えてくるような動きになってくるんじゃないかなと思いますので、まあ、そこのところは足型のところと、まあ、この受給の動向、あとは大口のね期間の空売りの動向っていうのを見ながらですね、えー、まああまりゆったりとですね、持てるような銘柄ではないということは抑えておく必要があるかなと思います。 はい。その他のちょっと数値も見ていきますと、まず有志座のところですね。えー、これ結構ですね、えー、低水準を保っているというような状況ですね。なので、まあ、急激に今のところですね、信用会が増えるような様子っていうのは今週はなかったんじゃないかなというふうに思っております。まあ、上りずっとですね、右肩上がりで登ってるうちっていうのはですね、売りたい人は途中で売っていますので、この信用会座が増えるってことはなかなかあ起こらないっていうことですね。 それから、オーチョンから売りはさっき言ったようにちょっと増えてますよと。で、回転数はちょっと上,、えー、上昇中ではありますので、まあ、下でですね、買って、えーまあ、上昇を持っている人たちっていうのが今いる状況ですね。なので、この人たちがどっかで売りをするような、売ってくるようなね、利益確定をするような動きっていうのは出てくると思いますので、まあ上昇が一服するようなポイントっていうところではですね、やっぱり早めに引いておく必要があるかなと思います。 で、この使用算のところを見てもですね、この青いラインが信用改ざんですけども、まあ、出来高が今上回るような形になってますよね。だから一時期4月とかだとずっと信用改ざんの方が出来高より多いっていうところだったので、結局受給的にですね、厳しいということで、株価としてはダーダーと下がるということですね。それが今反転の動きっていうのは見えていますので、まあそこのところはですね、非常にポイントになってくるかなと思います。 はい。それでは時給のところを確認したところで、えー、チャートの方ですね、見ていきたいと思いますけれども、まず月足からですね。 はい。付き足のサポートが結構綺麗に確立されたかなと思うんですが、2300円のラインですね。まあ、今より1000円下なわけですけれども、前回のですね、12月、1月のところで反発がしたラインですね。まあ、この辺で分割が行われたわけですけれども、まあ、このラインのところまで戻して、まあ、すぐにですね、跳ね返すような動き。まあ、この反発力っていうのが非常に付き足で見ても強く見えますね。なので、ソシオっていうのは今、レンジに見えるわけですね。下が加減が2300円、そして上限が が5000のラインっていうところですね。このオーレンジ帯っていう風に見るのがいいかなと思いますね。そして週足ですね。はい。 週足で見ていきますと、まず重要な3000円のこの黄色いラインですね。まあ、このラインは結構意識をね、まあ、心理的にも意識をされる3000円のラインでもあるんですけども、まあ、今週足でしっかりと上にですね、えー、ぶち抜いてきていますので、まあ、全く問題なくですね、越、えー、えてきたっていうところで、まあ、今後ですね、調整をするとしても、まあ、3000円のラインぐらいのところでは一旦下げ止まりの動きっていうのは出るんじゃないかなと思っております。はい。ただ、まあ、この下落のところですね。 ただ、あまだですね、この下落のトレンドラインっていうところを上に抜いているわけではないですし、真、まあ、上にはですね、この週足の抵抗線、3620あたりのラインですね、この辺のラインが控えてはいますので、まあ、上昇できるとしても、このあたりまでかなというふうには思っています。一旦やっぱ売りが出やすいラインにはなってくると思うんですよね。で、本格的にですね、上昇を狙えるのが3600を超えてからの方がいいのかなというふうに思いますので、ここからですね、完全にこのね、下落のトレンドっていうの を打ち破ってですね、また高値を目指していくような展開っていうのも十分あるかなと思うので、まあ、そこまでのですね、えー、受給状況っていうところが重要になってくると思います。 で、冷やしですね。まあちょっと短期的なトレード戦略っていうところをお話ししていきますと、えー、ここまでですね、やっぱ非常に良い推移できていて、安いのところをどんどん切り上げるような足で、高値もどんどん更新していくような形で、えー、この日ですね、8月1日の、えー、このですね、えー、上髭下髭、えー、長く作ってるですね、えー、この足のお、まあ頂点とかですね、一番高値のところ、3350。まあここがまず一旦の目標になりますね。まあ、あと50円しかないですけれども、ここ。で、そこを抜けた ともうそんなにですね出来高がある領域ではありませんのでまあ、僕としてはですねまず3600っていうのは意識されるんですけどもおそらくは3800ぐらいまでの上昇っていうところはま需、あ、給が改善、えー、がね続くということであればですねまだまだ上っていけるのかなというふうには思っていますまあ、ただあちょ調整がねあまり行われていませんので一旦の調整はどっかで必要かなというふうに思うのでまあ、調整っていうのは2パターンありまして、えー、ま一、あ、つは陰線を引いてですね株価を下げて調整するパターン ともう一つはですね、こういったコマみたいなですね、えー、こういったコマを連続させて、この値位置をキープしながらあー、売りをこなすという運動、まあどちらかですね、陰線を大きく引いてくるか、あコマで横横を続けるかっていうののどちらかの調整っていうのは、まああってもいいのかなというふうに思っています。 まあ,あと一つ懸念なのが出来高なんですけれども、まあ、1800万別に悪くはないんですが、やっぱり過去の訴訟の上昇の局面を見てみると、やっぱり2000万株から3000万株ぐらいっていうのは、やっぱあっても叱るべきかなというところですね。同じこの辺の領域を見てもですね。 え、この上昇時のところでは、やっぱり2000万株超えてくるような日っていうのが結構散見されますので、やっぱり出来高っていう水準を見ても、まだこれあんまり本気じゃないなという感じがするわけですよね。そうなってくると、ちょっともっと大口の買いみたいなところが入って、2000万から3000万、4000万っていうようなね、そういった感じで出来高が増えてくると、先ほども言ったこの辺のね、3800円のところまでの到達っていうところも角度が高まってくるのかなと思いますので、ちょっと出来高に関してもですね、 今後は注目をしていくということですね。今はやっぱ下げすぎたところを戻しているに過ぎないので、本格的にですね、この株価上昇っていうところに行くにはですね、もう少し時間がかかるのかもなというふうには思います。 まあ、直近の決算見てもですね、やっぱり今期と来季に関しては、それほどですね、増益が見込めるようなガイダンスではありませんので、えー、まあ今多少円安の方向に、ね、触れていることを考えたとしてもですね、えー、まあ前回の高値まで戻るっていうのは結構厳しいかなという、そういった見方を今のところはしております。 はい。ということで、えーまあ、やっぱりソシオネクストだけでなくてですね、今かなり受給が改善している銘柄多いので、えーまあ、こうなってくると登っている時はですね、結構スッとです、ね、上に登りやすいという局面はありますので、まあ、特にデイトレイする方はですね、こういった上昇の勢いというところをうまくですね、利益に変えていけるといいかなというふうに思います。 はい。今回はですね、素性ネクストを見ていきました。参考になったと思っていただけたら、高評価ボタン、それからチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。